WBC ワールドベースボールクラシックで侍ジャパンが優勝を決めた瞬間、ベンチでまさかのトラブルが起きていたとして話題になっている。2023年3月22日の決勝戦、9回表2アウトランナーなし、大谷翔平がアメリカのマイク・トラウトを三振に仕留め、日本は3大会ぶりの世界一を果たした。その歓喜の瞬間に予期せぬトラブルが起きていた。ベンチから控えの選手らがマウンドに駆けつける中、吉田正尚が策を乗り越えようとするも、うまくいかずに盛大に転がってしまった。この微笑ましい瞬間は日米で話題を集め、これはネタになる、こういうとこまで好きやわ、優勝の瞬間はかっこ悪かったけど間違いなくどの試合も一番輝いていた、と逆に好感度を上げたようだ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。